東京上野動物園のジャイアントパンダシャンシャンが母親から独り立ちする準備が13日から始まります母親のシンシンとじゃれあって甘えるシャンシャン東京上野動物園で生まれたシャンシャンはこれまでシンシンと一緒に暮らしてきましたジャイアントパンダは群れを作らない動物で 野生では1歳半から2歳の時期に母親から離れて単独で生活するようになります。上野動物園によりますと、シャンシャンは先月、生後500日を迎え、食事も笹などを食べるようになっていることから、13日から少しずつ心身と離れて暮らす訓練をしていくということです。